それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ウーオービスケルツ、これはいいスタートを切りました。サトノグランツ、ちょっと出遅れ、ダッシュよく飛び出してウーオービスケルツ花に立ちます。その後ろからはノッキングポイント、この馬も上がっていく構えです。サトノグランツ後方からの競馬では、前の方から見てみましょう。ドライレーで先手を取りました。ウーオービスケッツそのうちに続いています。その外にドッキングポイント、間が空いてバントのシーフ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。すぐ後ろにメタルスピード並んで、10番シャザーソウルオリエンス、その前に進出、その外からタスティエーラ赤の帽子、湘南バシット、その後ろ、その横にパックスオートマミカ、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。内からはドリームファクシー、その隣にポップナイン、その外にサトノグランツ並んで、1番デラジオオペラ、すぐ隣にハーツコンチェルト、内からはスキルビング、その外にクリューネグリーン、最後方にシーズンビッチ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで先頭が変わりました。ウーオービスケッツまだ粘っています。ドライレーでほとんど差がありません。ノッキングポイント3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはドライレーで、1馬身から2馬身引き離す。ノッキングポイント2番手、手応えはどうか。ドライレーで先頭、残り 200m を通過して、ファントムシーフ先頭だ。一気にハーツコンチェルト、ファントムシーフ粘る、ファントムシーフ、ファントムシーフ1着、2着にはどうやらハーツコンチェルト、勝ったのはファントムシーフ、このレースを制したのはファントムシーフ。スタートしました。ソウルオリエンス、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してソウルオリエンス花に立ちます。その後ろからはウーオービスケッツ、この馬も上がっていく構えです。スキルビング、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から、先手を取ったのはウーオービスケッツ、その隣にソウルオリエンス、その後ろからはドライレーネ、これに続いてクリームファクシー、その外からパックスオートマミカ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。クリューネグリーン、それに続きます。すぐ後ろにシャザー青の帽子、メタルスピード、その後ろ並んで6番湘南バシット、その横にシーズンリッチ、ファントムシーフ、この馬もこのグループ1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ隣にサトノグランツ、その横にノッキングポイント、タスティエーラ、すぐ後ろトップナイン、そのうちに続いています。並んで11番ハーツコンチェルト、内からはベラジオオペラ、しんがりからスキルビング、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。各馬大欅を通過、先頭は依然としてウーオービスケッツ、パクスオートマニカ、ほとんど差がありません。ドライレーで3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあいよいよ直線の攻防、ウーオービスケッツ先頭、外からドライレーで先頭、ソウルオリエンス先頭を捉えるか、外からファントムシーフ、残り 200m、 ソウルオリエンス追い上げてきた、ソウルオリエンス抜けた、スキルウィング差し切った、2番手はソウルオリエンス、先頭はスキルウィング1着でゴール、2着にはどうやらソウルオリエンス、スキルウィング見事このレースを制しました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはシャザー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシャザー花に立ちます。その後ろからはドライレーで、この馬も上がっていく構えです。スキルビング、どうやら後方からの競馬、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはウーオービスケッツ、黄色の帽子シャザー、その後ろパックスオートマニカ、それに続いています。その隣にノッキングポイント、クリューネグリーン、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。並んで5番ソウルオリエンス、ファントムシーフ、すぐ後ろ、その外からサトノグランツ、並んで11番ハーツコンチェルト、メタルスピード、この馬もこのグループ、その外にタスディエーラ、 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで17番ドライレーネ、内からはベラジオオペラ、その外にシーズンリッチ、並んで7番クリームファクシー、すぐ後ろにポップナイフ、並んで6番湘南バシット、しんがりからスキルビング、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。大ケーキを通過していきます。前はウーオービスケッツ、2番手はシャザー、パックスオートマニカ、3番手
後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オービスケッツ先頭、外からソードオリエンス先頭、ファントムシーフ懸命に追いすがります。ソードオリエンス先頭、あと 200m、 先頭はソールオリエンス、2番手はファントムシーフ、ソールオリエンス差を広げる、ソールオリエンス強い強い、ソールオリエンス圧勝ゴールイン。2着はファントムシーフ、ソールオリエンス見事このレースを制しました。スタートしました。ポンと飛び出したのはパックスオートマミカ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくパックスオートマミカ行きました。続いて前へ行くのはブーンオービスケッツ、スキルビング。どうやら後方からの競馬、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはパックスオートマミカ、内からはブーンオービスケッツ、その外からノッキングポイント、その外にドゥナイレーデ、シャザーブ、そのうちに続いています。その後ろにソウルオリエンス、その後ろにクリームファクシー、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、並んで8番メタルスピード、クリューネグリーン、この馬もこのグループ、すぐ隣にサトノグランツ、内からはトップナイン、その隣に湘南バシット、その横にタスディエーラ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その横にファントムシーフ、内からはベナジオオペラ、その外にシーズンリッチ、その後ろにハーツコンチェルト、白の帽子スキルビング、その後ろ各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。3番ブーンオービスケッツ、レースを引っ張ります。先頭は依然としてブーンオービスケッツ、2番手はドゥナイレーデ、パックスオートマミカ3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オービスケッツ先頭、外からドゥナエレーデ、最後の追い比べ、先頭はドゥナエレーデ、内からぐんぐんとスキルビング、先頭変わってスキルビング、残り 200m を通過して、スキルビング先頭、スキルビング先頭、スキルビング先頭だ、先頭はスキルビング、1着でゴールイン、2着は微妙です。スキルビング見事このレースを制しました。綺麗に揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。パックスオートマミカ前に行きそうです。ブーンオービスケッツそれに続いています。さらにはドッキングポイント、17番ドゥナイレーデ、その後ろ先手を取ったのはパックスオートマミカ、これに続くのがファントムシーフ、黄色の帽子シャザーブ、その後ろ内からはクリューネグリーン、並んで5番ソウルオリエンス、すぐ後ろにクリームファクシー、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その外からカスティエーラ、ベナジオオペラ、そのうちに続いています。その外にメタルスピード、内からはトップナイフ、その外にハーツコンチェルト、その隣に湘南バシット、その外にサトノグランツ。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。シーズンリッチ、それに続きます。最後方にスキルビング、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。3番ブーンオービスケッツ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、その後ろからはパックスオートマミカ、ドゥナイレーデ、すぐ後ろ、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過、先頭は依然としてブーンオービスケッツ、2番手はパックスオートマミカ、ドゥナイレーデ、3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ブーンオービスケッツ先頭、内からぐんぐんとソウルオリエンス、さあ先頭に立ったのはソウルオリエンス、内からソウルオリエンス、残り 200m、 ソウルオリエンス、さらに足を伸ばす、2番手はファントムシーフ、ソウルオリエンス先頭、ソウルオリエンス、ソウルオリエンス1着、2着はファントムシーフ、3着にハーツコンチェルト、ソウルオリエンス見事このレースを制しました。スタートしました。ブーンオービスケッツ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してブーンオービスケッツ花に立ちます。その後ろからはドゥナイレーデ、この馬も上がっていく構えです。さらにはパックスオートマミカ、15番ノッキングポイント、その後ろブーンオービスケッツ先手を取りました。少し離れてシャザーブ続いています。すぐ後ろにグリューネグリーン、さらにはソウルオリエンス、クリームファクシー、その前に進出。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その外にタスティエーラ、ベナジオオペラ、そのうちに続いています。その外からファントムシーフ、内からはメタルスピード、緑の帽子ハーツコンチェルト、その後ろその外にサトノグランツ、
1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。その後ろにシーズンリッチ、内からは月ルビング、並んで6番湘南バシット、しんがりからトップナイン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から3番ウーオービスケッツ、依然として先頭、各馬大欅を通過。さあ先頭はまだ3番ウーオービスケッツ、2番手はパックスオートマニカ、ノッキングポイント、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ウーオービスケッツ先頭、内からソウルオリエンス、ここで先頭はソウルオリエンス、後続も横いっぱいに広がっている。残り200m を通過して、先頭は依然としてソウルオリエンス、ソウルオリエンス、粘るソウルオリエンス、先頭だソウルオリエンス、ソウルオリエンス、1着、2着は微妙です。勝ったのはソウルオリエンス、このレースを制したのはソウルオリエンス。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。どの馬が先頭に立つでしょうか。ドナイレーで前に行きそうです。パックスオートマニカ、それに続いています。さらにはドッキングポイント、3番ウーオービスケッツ、その後ろパックスオートマニカ先手を取りました。その後ろからはサトノブランツ、黄色の帽子シャザー、その後ろ内からはグリューネグリー、ソウルオリエンス、そのうちに続いています。その外にクリームファクシー、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外からタスティエーラ、その隣にメタルスピード、内からは湘南バシット、すぐ後ろにベラジオオペラ、その外にファントノシーフ、内からはトップナイト、さらにはハーツコンチェルト、並んで13番シーズンリッチ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。最後方にスキルビング、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。3番ウーオービスケッツ、レースを引っ張ります。その横にパックスオートマニカ、ノッキングポイント、すぐ後ろこれに続くのがサトノブランツ、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。先頭は依然としてウーオービスケッツ、まだ粘っています。パックスオートマニカほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウーオービスケッツ先頭、外から勢いよくパックスオートマニカ、最後の追い比べ、先頭はパックスオートマニカ、前に迫るソウルオリエンス、残り 200m を通過して、先頭は変わってソウルオリエンス、2番手はサトノブランツ、ソウルオリエンス、ゴールイン、2着にはどうやらスキルビング、3着にサトノブランツ、勝ったのはソウルオリエンス、このレースを制したのはソウルオリエンス。熱く熱く